李光則の肖像李光則広則2年7月14日は、東大の武将、吉丹族出身。安史の乱の鎮圧に多大な貢献をし、各主義と理覚と並び称賛された。李光則は、英州の柳城の出身である。唐の中層年間708年に生まれた。父の李快楽は、吉丹の出身で、元層の開元年間の活躍から、 英州都督となって、中列と、送りなされた。母は、吉丹の出身の理解家の娘。李光則は、玄武氏で大略があり、感情を読み、記者を良くしたという。子に、伊吉忠、李蔵李孫にすもも倉。清涼の李清将はその光栄と称した。755年冬、汎用節度師の安禄山が反乱を起こし、落葉に南進した。 玄宗は、安禄山のいとこの安王盟順を長安に呼び戻し、代わりに、各市議を一日方節度市とした。玄宗がさらに、加藤節度市を誰に任せるべきかと言うと、各市議は、李光則を推薦した。756年春、李光則は、加藤節度市になり、各市議と共に一日方の東の安禄山の領土を攻撃した。李光則はすぐに、定山を落とした。 使命が反撃すると、各市議と合流して追い払い、安禄山が縁の皇帝に即位した落葉と汎陽との通信を断ち切った。安禄山は落葉から駆けつけることを考慮した。この時、サイ優に引きられた援軍が、過助官が守る道館に向かっていた。過助官李光則各市議はこれを攻撃せずに守りたがったが、最小のよう国っただは 各市議が自分の地を狙うことを恐れて、玄僧にサイヌイを攻撃するよう進めた。過助官はサイヌイに敗れて、同館後と捉えられた。サイヌイが長安に進むと、玄僧は長安を捨てて、生徒に避難した。大使の宿僧は、霊部に避難して即位した。李光森と各市議は、燕軍の長安選挙を知らずに、対抗山に退却した。 あとに、宿生が二人を霊部に招いた。宿生は、李光則を、道中書門下兵賞寺として、兵五千で大元に向かわせた。李光則が大元に至ると、些細なことから、適当な理由をつけて、武将の最終を処刑したことから恐れられた。757年春、使命は宿生が、長安奪回のため李光則の兵力の大半が、霊部に止められていたことにつけ込み、 週十万で大元を包囲した。しかし、李光則は度々、使命の攻撃を跳ね返した。やがて、安慶書が、安禄山を殺し、使命が繁栄に呼び戻され、大元には、蔡のぞみ徳が認じられた。李光則は、蔡のぞみ徳を大破し、蔡のぞみ徳は敗走した。この功績から李光則は、偽行となった。年初祝が長安を奪回すると、 祝うとした。党は開骨の協力を得て、落陽を奪回し、安慶書は行状に奔走したが、燕軍の大半が党に投降したため、その支配は行状周辺に限られたものとなった。氏名も投降したが、李三森は再び反乱することを恐れて、祝僧にカラス昌音に暗殺させることを説得した。氏名はこれに気づき、カラス昌音を殺して、祝僧に、 李光則を殺すことを説得した。祝葬が目殺すると、氏名は再び増反した。758年秋、李光則は、祝葬と会見し、自中を加えられた。この頃、李光則各市に、ロ、李カン、巨祝期、都市広、最高圓、大おもれ等の武将が、案慶書討伐のため行場で合流した。李光則はこの時総攻撃を提案したが、 総関を任せられた関官,官の魚長音に却下された。包囲された安慶書が救援を求めたため、使命は、汎用から南進し、759年春に当軍と戦ったが、混戦となり、李光則と王おもうれのみが兵をまとめて退却することができた。秋、魚長音が各市議に敗戦の責任を問うと、宿相はついた方の軍権を李光則に委ねた。 その厳しい軍律に耐えかねた徴用済みは、李光のノを排除して、各主義を復活させるようとしていたが、李光のノは、バリー大済を捕らえて処刑した。この頃には、李光のノは名誉職の利係のもとで、実質的な党の軍権を握っていた。氏名の即位氏,氏名が、暗慶書を殺して、縁の皇帝となり、落陽へと難進した。李ミのノは、落陽から火曜に避難させたので氏名は、 簡単に落葉に入ったが、火曜を抑えられて、李ミツの反撃をたびたび受けたため長安へ進めなかった。760年春、宿宗は李ミツを中所令と対位とした。761年春、魚長恩と僕方懐恩がついたち方の軍権を握ると、落葉の奪回に乗り出した。李ミツは反対したが宿宗に命じられて、英白玉と共に、 洛陽を攻撃した。しかし両者は作戦の不一致により揉め、その暇に援軍に攻撃された、当軍は皆敗走した。李光則が火曜に止めた、李カ楓玉も去ったため、火曜は燕軍の手に入った。しかし、縁では氏名がこの死朝吉に殺されたため進撃もここでやんだ。李光則は位を下げることを求め、一時的に海風義道三死と、 川中節土士となったが、再びまた任された。また、氏や西吉の南心を備えるために、臨外に陳した。李光則は、燕軍の総集の包囲を解き、燕軍を阻んだ。他神宮、奈央公、陰中京闘の燕に対して、無対処だった、党の武将も、李光則を恐れて、討伐に乗り出した。李光則は、臨外王となり、助州に陳した。また、 大衆周辺の映画明の反乱を鎮圧した。762年冬、大僧が畜僧の後を継ぎ、当軍は落陽を死や催しから奪回を計画した。李光則は落陽に向かい、骸骨や牧片懐ンは、東で各映画糸、利抱え玉と合流して死や催しを落陽から敗走させた。死や催しは763年春に自殺し、 安氏の乱は終焉した。安氏の乱が鎮圧されると、李光則は、魚長音とほど、元村観願に冤罪をかけられることを恐れ、大イのいる長安に帰還しなかった。子供とぶりが、武将の来に自殺を命じたことから恐れ、763年秋に、トゥバンが長安を攻撃した時でさえ救援しなかった。大イは、 李光則の親族を優遇することで機嫌取りをしたが、李光則は応じなかった。764年夏、大イに落葉を任せられても助手を出なかった。李光則は名声を得ていたが、勅命を何度も無視したため評判が下がり、人望を失った。764年秋、56歳で病死した。武木と送りなされた。ありがとうございます。